ここからが本題だ。そのバディチームを今決めておく。まずは僕とさくらのチーム、ナルトとサイのチームだ。私とヤマト隊長がチームを組む。もう一つのチームがナルトとサイ。ヤマト隊長。なんだい、ナルト。なんで俺がこいつと。何か。あの、ヤマト隊長。なんだい。チームを組むなら私とナルトの方がいいと思います。前から一緒にやってますし、お互いのこともよく分かってますから。さすがさくらちゃん。負傷させるわけにはいかないから僕がつくんだ。わかるだろ。はい。さっきサイも言っていたが、相手は相当の手だれと考えられる。味方の連携ミスは命取りになるよ。言いたいこともあるだろうが、今はまず任務のことを考えてくれ。オロチマルのアジトがどこにあるか知らないが、暁のスパイも天地橋に向かっている頃だろうしね。準備はまだか。来た。明日、半日をチームプレイのシミュレーションに充てる。シミュレーション？そうだ。君たちの戦い方や戦闘スキル、術の系統なども把握しておきたい。慎重すぎると思うかもしれないが、これが僕のやり方なんでね。付き合ってもらうよ。まだまだ。忍法超獣戯が。なんで俺まで。こら、サイ、これなんとかしろってば。マッチか。何やってんの。それヤマト隊長じゃないわよ。はあ、なんだこりゃ。よく捕まえたね、サイ。なるほど、これは想像以上の腕前だな。てめえ、サイ！あれを引きちぎるとはすごい力だ。よし、シミュレーションはこれで終わりだ。